皆さん、お久しぶりです。経営コンサルタントの長野です。今日は2023年11月9日、水曜日でしたが、皆さんもいかがお過ごしでしょうか。僕の方はね、相変わらずあの実家の方で、東京の実家の方でですね、母親の介護をしてるんですけども、なんか疲れちゃうよね、やっぱりね。もう 2年3年ぐらい経つからねもう少しでね介護24時間介護疲れるね、もうね <laughs> だからといってさあの介護施設にねボケ老人だからさところ強ご老人ホーム。今からいるかっつったらかわいそうになっちゃってさでね、見てるとね結構暴力事件とかいじ,めいじめ事件とかあってさ もうボ,ボケ老人だからさ、いずめられても分かんないんだよね、暴力されてもね。そういうのを見てるとか、他人には預けられないなと思ってさ。あのまあ、まだまだね、体力的にはいきますからね。自分の親なんでね、なんとか介護したいよね。だそう思ってでもできない人がほとんどだからね。<laughs> まあ、子供がね高校行ったり大学行くからお金が必要だってことでね共働きしなくちゃいけなくてまあ特にね男性の方はね会社辞めてね親の介護っていう人いるけどなかなかそう,いうことできないからねやっぱり会社で働いてその一部のお金だでね介護施設入れて他人に 面倒見てもらうってことしかできないからね。日中もさっきも行かないですよね、これね。でね、私はね、最近ちょっとまた動画、撮るの、あの、休みがちでね、まあ、申し訳ございませんでした。あの、ちょっとね、うつ病見たくなっちゃうんだよね、どうしてもね。うーん、あの、元々うつ病持ちなんでね、うん、偏頭痛持ちみたいな感じなんですけど、 まあ、もともとは根が暗いですから、あの、性格がね。あ、放っとくと、どんどん暗い方向に考えちゃうんでね。あれもダメだ、これもダメだ、どうしようどうしようって。あの、将来が不安になっちゃうんですよね。ほっとくとね。うーん。まあ、あの、そこをさ、なんとか、楽しい映画見たりね、あの、漫画見たりすると、あの、明るくな、明るくなるんですけど、 なかなかね、ほっとくとあズ、ズブ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 、この沼の中に怒っていっちゃうっていうね、性格がやっぱり小学生ぐらいからあるんですよね。それで、あの、性格が暗くなっちゃってね。まあ、体育会系の方が良かったですよね。体育会系はさ、ボールみたいに弾んでるやつばっかりだからね。頭丸坊主にしてね。うん、あーいって言って、パーンってね、何遊ぼうってなるってね。 宿題なんか一切やらない人が多いからね。大会系っていいなぁ。頭バカだからいいな。バカとは言わないけどさ。いいなぁって今更になって思いますけど。まあ、あんまり変なこと言うとね、怒られちゃうんでやましょうね。で、ドル円なんですけど、こっつきはしないいよいよですね。<laughs> ラップトップ来ましたよね。 あのあのまあ来ると知ってたんだけどこう、まあ去年かな、これ去年ですよね。で、今ですよね、これ。で、ここ104円からずっと上がっていって、で、まあ半年ぐらいで下がって、半年で上がって、で、ちょうどね、同じとこ来て、ダブルトップですよね。あの、あ、ちょちょちょ。 これ、シュワシですね。これ、一年がかりで上がってきたんですね。一年がかりで落っこって上がってきたと。で、ちょうどね、こういう時っていうのはね、できないですよね。トレードができないですよ。怖すぎちゃって。だって、まあ、普通だったら下行きますよね、これね。普通、ちょうど、ちょうどてっぺん、ひげのてっぺんの、ところもひげのてっぺん種ですから。 ちょうど普通だったらこうやって落ちてきてこうですよね。うん。だから普通だったらまあ、この辺からショート、ショート出ますよね、普通ね。ただ、ここ、ここをショート出たらスーッと落ちたんだけど、まあ、あの、もじもじして、<laughs> 何回も、ね、下落ちたつもりで何、何回も当たってくるんだけど、普通は。 でこう、こう、こうんな感じでね、<laughs> あの、こんな感じの山を作るんでね、やっぱりしたからってなる。<laughs> なのでね、なかなかどうしてですね、ここでショートを入れられないんだよね、ショートを入れると。 一瞬こういうとこ、ツン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 つくんだよね、こういうとこ、ここまでね。家でね。なので、かられちゃうんです、ショートね。じゃあロングかっていうと、ロングも上行くけど、一瞬で帰ってくるからね。ロングもかられちゃうんですよね。ああ。難しいね。上の方で、ここら辺でショートを自動で。 入るようにするか、この辺でショートを入れて、200ピップスぐらい持てるようにロットを減らしとくかで、ね、入金しておくか、どっちかですね。うん、だから分かんないんですよ、これね。だって分かんないのが、まあ、いざね、ここに来ても、また151、今150円、75円ですから。で、これ151円、 70ぐらいまで行きましたからね。今回ね。前回はちょっと上ですからね、今回。だから、このままね、下行くように見せ,見せかけて、こんな感じで見せかけてね、やっぱり上行くんじゃないかなと、まあ。エリオット波動は3回までですけどね。エリオット波動は1回、2回、3回までですけどね。 これもほら、一回、二回、三回で終わったでしょ。一回、二回。<laughs> エリオット波動としては、まあ、美しいようね。真、まあ、下なんじゃないかなって感じはするけど、まあ、ここがあってもいったからちょ、ちょっとおかしいよね、と。ちょっとおかしいよね、ってことで。 まあひょっとしたらまだまだ上があってね。百まあ、200円。200円ってすごいからね、本当に。これぐらいね。200円ね。200円。 200円どうかな、200円いったらやばいね、来年とかね。結局ね、あのアメリカの大統領選が来年あるんで、大統領選がね、まあ、そこまでは上がるでしょうね。うん、結局、バイデンになってから500円ですけど、つっと上がりっぱなしだもんね。うん。 100円上がったとしたら、204円か。うん。まあ、とにかく、あと1年上がりますから、うん、まあ、どうなるかですね。怖いですね。まあ、2004円。200円か。 2024年で2025年7月にあれがあるじゃないですか東京大地震かね東京大地震があって日本もね、まあ、大災害にまた見舞われちゃって大変なことになるという話ですからね まあ、きついですよね。まあ、わかんないですよ。大あの地震なのかあの、第3次世界大戦なの,のかわかんないですけどね、そこら辺ですよね。まあ、大勢の人が死んじゃうらしいですね。日本はね、日本半反復ない人だね。だからまあ、それまでにね、まあ、オーストラリアとか、アメリカとか、どっかね、逃げたい、逃げたいなっていうかさ、 まあ移住したいなと思ってるんですけどね。シンガポールとかね、シンガポール。まあ、マレーシア。どっかね、ちょっと、迫害を受けないとこがいいんだけど、迫害を受けないわけい,いかないもんな、戦争の時はな。まあ、優しい民族の国、まあ、ブータンとかさ、ブータンとか、台湾は中国になっちゃう。もう戦争のね、メッカになっちゃうもんね。 うんまあ僕は戦争の方が近いかなと思ってるんですよね。日本も戦争で、まあ、また核爆弾を落とされてね、一回ドーンとされて、またひどい目に遭うかもしれないね。だから、政治的な、ね、指導を間違えれば、大変なことになるよねまたねうん、八方美人にしてほしいですけどね。 アメリカについていってもさ、アメリカは、あの、はしごは外すからね、最後にね。日本なないよってなっちゃうからね。かですよね。あれまあ、直近ではね、今、僕も持ってますけど、今ね。まあ今、マイナスかな。ううん。あれ 今、マイナス270円ぐらいかな。うん、マイナス270円です。まあ、これ、あれあ,あ、プラス270円ですね。プラスね。ここから入れて、ちょっと上がったんですよね。これ入れて、まあ、あの、この辺から入れたんですよね。上がって下がっちゃって、あ、大変なことになったなと思ったけど、上がってきてよかったなと。 上がるんじゃないかなと思ってんだけど、まあ、突き足、週足で見ると、うーん、まあ、ダブルプロ上なんでね、だったらショート入れたいよね、これね。うーん。まあ、ただ、上行くんじゃないかな。まあ、これはゴールデンクロスですもんね。 で、まあ、これも真ん中ぐらいになると、ストキャストがね。うーん、ただ、月き足のストキャストがもう、上下、上下いっぱいいっぱいなんで、下がってくるかもしれないね、これね。一回はね。うーん、ストーンってね、下がってるかもしれないね。まあ、一回下がるかな、これな。まあ、直近は別にどんどん上がっていってもいいんですよ。ね、100ピプスぐらい。 100ピップスぐらい上がっちゃった全然、ストキャスト、突き足のストキャストで関係ないですからね。まあ、直近では、まあゴールデンクロス、だから直近ではここを抜くでしょうね。うーん。全然書いから抜いていくんじゃないですか、ね。ここが ?151 円70銭ね。75銭。抜いてくると思いますけどね。だから152円にはなると思いますけど、まあここでちっちゃいオプションがあるんでしょうね。 152円いったら、タッチオプションで、まあ、100万ドルもらえるとかね、1億円もらえるとかってあるんでしょうね。だから、からそれはもらおうと思ってると思いますよ。うん、ヘジファンドはね。はい。で次にね。これビットコインなんですよね。ビットコインすごいね、これ。すごいですね。これ、まあ、しおしですけどね。うん、まあ、ここまでやったのは、 だって今もう、いくらですか、ね、これ5五百三3 1万円ですからね。530万円入っちゃいましたからね。530万円入りましたよ。厳しいなぁ。こんなけ上がっちゃうとただ、まあまだ低い方ですから、買、うん、わらないわけいかないよね。これね。 あだやっぱりここ10月のね10月25か1010 10月2523かここの雲の色が変わるとこって爆上げするんですよねちょっと一日何日か前につけて爆上げしましたねこれね まあこれも安定ですね。安定の上げですね。うん、下がないですよ、これ。うん。ここはもう上に向かってますからね。上にね。どこまで行くのって話ですよね。例えばさ、まあ同じここでしょう。で、ここでしょう。まあ同じ。 いいわけで、すよねで、雲がここなんですよ。で、ここで、ここですよね。まだこんだけなんですよね。もう、これはもう、こんだけ上げたんで、まあ、あとちょっとで終わりだなと。もう、ここで終わりなんですよね。だから、そうすると、これがまあ1、分の1ぐらいなんで、 まあまここぐらいまで上がってそこから2分の1ですからあちょっと上げすぎいかこれがそうだろちょっと上げていいか何い,いか,何あかそうするとこれが うーん。1000万ですね。年内1000万ですね。はい。年内、年内1000万でした。すいません。ビットコインね。うん。まあ来年にならもっと上がるでしょうね。年内。まあ12月ですよね。12月24日ぐらいと思いますけど。1000万ですね。だから来年の3月とか4月だと2000万いってるんでしょうね。 うん、まあ、つたったら2倍ぐらいですけどね。2倍、二倍ですよね。1000万だったらね。大したもんですね。まあ、これそばで、ね、250万、2 3万か。250万か、最初で、まだねあ。すごいですね。よく復活しましたね、ここまでね。 うん、で、こういうケッでギャップをちょっと見てみましょうか332万、まあ、イーサリアムがあんま買わらないですね、やっぱりね、えー、ロシアの戦車 Z あロシアは Z なんだなうんロシアは Z なんですねこれ Z なんですよねロシアねこれロ,シアロシア人作ったんですよねイスリアムね カルタネイダムロシア人。まあ、あの、イーサリアムの開発者、開発メンバーの人が分裂して作ったカルタネイダーね。数学博士ね、暗号博士。<laughs> 上がんないですね。まあ、リップルの裁判が終わって、で、相手、あの、裁判相手いなくなっちゃってね、あのアメリカの金融庁のね。 で、体のエイダーに目つけていじめられてますよね、今ね。で、リップルはもう102円ですよ。これ X なんですよね。アメリカ。X なんです。これも X なんですよねで。X は、ニビルなんですよね。惑星ニビル。シュメール文明ですよ。シュメール。シュメール文明のイナンナですよね。 宇宙人についてますよ。まあ、Z は Z でついてますけどね。弱いですね、今ね。今、すごい弱いです。<laughs> これ、あの、アメリカの電気自動車メーカーの社長のイーロン・マスク X ですよね、あれね。ツイッターの会社、X って名前つけちゃったもんね。 じゃあ、X はっていうと、同時コインが X だね。これも X ですね。イーロン・マスクですね。ま、11円って言っちゃうじゃん。11円ってったね。うん。よく行くよな、同時コインもな、11円なんてな。うん。 じゃあ,あ、柴犬はどうかさ、これ X じゃ, X じゃないんですよ。X じゃないんですね、これは。X モード機ですね。うん。まあ、どれ買えばいいかって話ですけど、あ言ってこいでしょ。あんま上がんないけどね、2倍とか3倍ぐらいになるよね。うん、まあ、5万円しかないんです。 5万円しかないんですけどそしたら「ロ、まあ、ピット5人に1万円、まあリ」リップルはこれ2000円になるよねこれね2000円 <laughs> これ1億になるよね <laughs> い,ついつまでにって言われると困っちゃうね まあ来年の4月2000万でしょうか来年の4月、うん、体のやれまずいねこれね <laughs> 70円ですね ちょっとこれ、リップに塗り替えた方がいいかもね。うーん <laughs> ロシ。ロシア連合なんでね。<laughs> まずいですよね。戦争に疲れちゃうよね。戦争の影響を受けちゃいますよね。どのもは中国のリップって言われてるんだよね。これま無理だね。中国の不動産不況でもう、 中国、倒産すかンはね、あれ、あ中国は、ちょっと、戦争するお金もなくなっちゃったもんね。まあ、ただ自分のところでね、あの石油とかあるから、最後まで戦うんでしょうけどね、差し替えやめんないかもしれないね。うん。まあ、あと、お金、まあ、みんな知ってるからね、中国が金ないことね。だから、偽札すってさ、 アメリカドル日差冊ずってさそれ渡されたって貿易してないかもしれないねアメリカ、中国とはねまあもちろん金なんかないだろうね金もないしね石油とか鉱物とかなんかあればいいですけどねもうないでしょうね <laughs> あのー、まあ柴犬の柴犬いいなと思ってますよ今でもね うん。芝居の1万円ぐらい買っておいた方がいいですね。芝居のね、1万円。どこでどうやって買うんですかって話ですけど。まあ、今度は動画出しますけど。取引所って押してない。<laughs> バイナンスですけど、バイナンスも、まあ、あの、今月中っていうか、 バイナンスから連絡何回も来ましたね。まあ、嘘が本とかわかんないですけど、早くしないと日本人と引きできませんよって来たけど、う嘘ばっかり多いんですよね。このバイ,バイナンス、バイナー .com とかさ、書いてあってなんかインチキさんです。多分大丈夫だと思いますけどね、残しといてね。うん。まあ、調べてもらった方がいいと思いますけど。 まあバイナ、バイナンスとか、コインベースとか、クラーケンとかね。まあ、クーコインがいいかもしれないね。韓国の取引所、クーコイン。うん。クーコインいいですね。あのー、 ずーっとやってますね、これ、ね、あの、4年前、5年前からね。草コイン取引所って、ね、有名だったんですけどね。草コイン取引所の中で唯一生き残りましたね。他はずい,ずいぶん潰れちゃったんですよね。俺はクイコイン好きだけどな。まあもちろん口座持ってますけどね、クイコインもね。うん。どうもどうも。 なんか最近暑かったですね。昼も夜もね、夜暑くて眠れなかったですよ。夜さ、あの、外の気温22度、家の中の気温26度とかあってさ、エアコンが自動でついたもんね。びっくりしたもんええー、っつって、26.5度になっちゃってさ、エアコンついて、暑くて暑くて寝れなかったですよ、夜ね。皆さんどうでしたかほんで今日は寒いんだよね。 朝寒くてさ震、震えて起きましたよ。うん。まあ V チェーン買った方がいいもんね、安いからね。 チーズも安いね。1点9 8ね。うん、こちょっとよくわかんないね。パンケーキサップンスあ、ペペ、うん、でもなペペはな、お金が集まってくると、8個枚数増やすからね。だから、この安いままなんですよ、ペペって。うん。あれと一緒ですよね。これもそうなんですよね。8個枚数増やすんですよね。 循環サプライっていうのは枚数ですからね <laughs> テラなんかもそうですよねものすごい枚数ですからね、うん、付き合ってはないですよねあと最近追加されたコイン <laughs> あ,あ違うまあこれ見ても分かんないですよね。うん。まあ取引のボリュームが大きくないとね、とにかくね。うん。1日で1000円、2000円しか引き出されないと、まあどうしようもないコインですからね。なかなか難しいですね。 またね、いいコイン見つけたら皆さんにお伝えしようと思いますけどね。うん。まあ、変なのつかまわされてもしょうがないけど、あのー、ね、当時コインみたいにね、まさか400万になると思わなかったですよね。うーん。まあ、投資っていうのはね、その、 儲かった後ですね。儲かった後冷静にならないとね、すぐ使っちゃうからね、みんなね。まあ、税金払って使うとラッキーなんですけど、税金払う前に使っちゃったら怒られますからね。税務署にね、まあみんなね、家買ったりね、車買ったりね、まあ、ね怒っちゃったりね。 たくさんいろんな人見てきましたけどね、僕も何にもしてないのに30万、30万くれたりね、え、いいのっつって、まあ、僕はそのころ、経営コンサルタントのね、駆け出しで、あのうつ病になっててね、ずいぶん、ずいぶんあれですよ、30万、もう何にもなくてね、食うもの困って、家賃払えなくてね。あの 本当,ですよ本当にもう書いても書いても売れない小説家みたいな感じでね、なんか毛布に車にいながらね、パソコン、パソコン向かってなんかやってましたけど、そういう時になんかじゃあ儲かったからお金あげるよつって30万もらってね、ずいぶん助かりましたね、子供一人いてね、カブさん一人いたんですけど。 ささやかなお祝いしましたね、デニーズかどっか行ってね。うん、悲しいですね、最後の晩餐とか言いながらね。人生って辛いもんですね。辛いけどね、そういうことがあると楽しいですよね、やっぱり。<laughs> あ生きててよかったなーって。生きててよかったなーって思いましたね、本当にね。涙ちょちょぎれてさ。涙が出て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 、しょうがなかったですよ。 皆さん、そういうことありませんか今もね、辛い思いしてる人、いっぱいいると思います。まあ、僕はね、そういう人のためにね、仮想通貨で大儲けして、FX でね、大儲けして、順調にお金を貯めてね、あのー、皆さん、いくら貯んないんですか借金いくらなんですかどん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 ね、分け与えていきたいなと思ってます。 はい、ではねちょっと一旦ね、あのもう7時24分なんで夜ねあの、うん、ちょっと夕飯用意しないといけないんでね母ちゃん待ってるんで一旦ここでやめてそれでまた今日は夜ねあの動画作ってアプローチしようと思うんですけどいろいろねお話ししたいこといっぱいあるんでねまとめてちょっとお話ししたい。 それでは今日はどうもありがとうございました。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼します。